今年も残すところあと数日となりました。皆さんにとって今年はどんな1年だったでしょうか。プロ野球では村上選手が日本人ホームラン記録を塗り替えるなど記録にも記憶にも残る年となりましたね。そんな2022年に起きた野球界の個人的6大ニュースを今回は紹介していきたいと思います。第6位は日本ハムファイターズの杉谷選手の引退です。杉谷選手といえば持ち前の明るいキャラクターでチームはもちろんファン、そして野球界全体を盛り上げてくれました。特に杉谷選手が有名になったのはリアル野球版ではないでしょうか。そんな杉谷選手が10月27日に電撃引退を発表しました。これにはファンの方も驚いたようで、ネットでは杉谷なぜ？あれだけ新球場でプレーするの楽しみにしてたのに、杉谷本業に行けるんやとか言ってるやついるけど、俺は全然嬉しくない。野球選手杉谷をもっと見たかった。年齢的にもまだまだやれるし、レギュラーはともかくベンチとしては重宝されるやんけ。あのキャラクターでない外野守れる選手なんてそうはいないぞと、まだやってほしい声が多かったです。ただ2023年1月2日に放送されるリアル野球版に2年ぶりに出演するとのことで、ファンの方は非常に楽しみにしていることでしょう。杉谷選手自身も野球はリアル野球版が最後と語っているように、やる気は十分ですね。個人的にはこれからも杉谷選手をテレビで見たいです。第5位は坂本勇人選手の血穴確定事件です。9月10日に読売ジャイアンツの人気選手である坂本勇人選手を週刊文春が取り上げたことにより話題になりました。文春によると坂本勇人選手は自由奔放な私生活を送っており、数多くの女性と関係を持っていたようです。今回はその中の一人女性からのタレコミにより世に出回りました。タレコミをした女性とは数年にわたり関係が続いていたようです。日数を重ねるごとに性的な欲求はエスカレートしていき、その中の一つにお尻での性行為があったそうです。そこから血穴確定は来ているようですね。他にも野球界では2022年さまざまなスキャンダルがありましたが、来年はこのような負の出来事がないことを心から願っております。第4位は大谷選手の規定投球回規定打席達成です。現在の2リーグ制になった1901年以降、規定投球回規定打席の両方をクリアした選手は史上初めてで、大谷選手はまたしても歴史的快挙を達成しました。大谷選手は8月に規定打席の502打席を達成しました。そしてアスレチックスとの今季最終戦に3番投手兼指名打者で先発し、1回を投げ終えた時点で規定投球回の162回を達成しました。もちろん成績自体も化け物じみており、打率2割7分3厘、本塁打34本、打点95打点、 OPS 0.875、 防御率 2.33、 15勝9敗と打者としても投手としても超一流の成績を残しました。来シーズンの年俸は3000万ドル、日本円で約44億円で合意しています。この年俸についてはこの活躍ならもっともらうべきだとの声が多く、来年以降の年俸が今から楽しみです。これからも歴史をどんどん塗り替えていってほしいですね。第3位は佐々木朗希投手の完全試合です。佐々木投手は4月10日の対オリックス戦で史上最年少で完全試合を成し遂げました。さらに捕手の松川虎生選手とのバッテリーは最年少記録ということでギネス世界記録に認定されました。また次戦では8回まで完全試合を達成していましたが、0対0ということもあり8回で交代となりました。個人的にはこの采配は勇気のいることですし、選手のことを考えた素晴らしい采配だと思いました。ただリードをして9回を迎えていたらどうなっていたかと一野球ファンとしては考えてしまいます。佐々木選手はまだ21歳ということで、これからの活躍が非常に楽しみな選手ですね。第2位は村上選手の日本人本塁打記録更新です。これまで1964年に王貞治さんが記録した55本のホームランを
日本人では超えることができておりませんでした。2022年10月3日、対 DeNA 戦で7回に迎えたシーズン最終打席で、なんと56本目のホームランを放ち、日本人本塁打記録を塗り替えました。さらに18年ぶりとなる三冠王も達成し、順風満帆な1年になったことでしょう。22歳という若さで、日本の最強バッターという肩書きを手に入れた村上選手の今後の活躍に注目していきたいと思います。第1位はメジャーリーグのヤンキースに所属するジャッジ選手が塗り替えた本塁打記録です。これまで1961年にマリス選手が記録した61本のホームランを超えることができておりませんでした。今年ジャッジ選手は前半戦で33本塁打を放つと、後半戦でも沈むことなく打ち続け、10月5日に62本目のホームランを放ち、61年ぶりの快挙を成し遂げました。そして大谷選手との熾烈な争いを見事に制し、 MVP に輝きました。これまで2022年の個人的野球ニュースを紹介させていただきましたが、いかがだったでしょうか。2022年野球界も様々な出来事がありましたね。皆さんにとって一番の出来事、ぜひコメント欄に記載していただければと思います。最後にこれまでご視聴いただきありがとうございました。高評価、チャンネル登録もぜひお願いいたします。ではこの辺で。